千葉市は、坂東八兵士、関東八館の一つに数えられる、下嘘の豪族で、守護大名、戦国大名となった一族である。寒武兵士吉文流。通詞は、種である。一般に、寒武兵士吉文流とされている。しかし、古代豪族とのゆかりもあるとも言われ、千葉市は、古代の大野氏の柿辺のた壁、あるいは、千葉市一族に見られる、妙見信仰から、 秩父国造の出であり、母系に、同族の千葉国造の流れを組んでいる、可能性があると見る説もある。欧州城石平城長は、和佐国山部軍欧州二官を築いて、本拠とした。その子である常健の第二従来は、和佐国に土着していた一族の下兎国への、進出が始まったと思われる。また、常健は、和佐健介助か、下兎健助に任じられて、 本拠地の OC より OC 健介と呼ばれた。これは後になって千葉大部と呼ばれるようになる。さらにその子の常は長男でありながら、総領ではなく、ここに暴走兵士は千葉市とカズ市の二つの流れに分かれることになった。さらに OC から下佐国千葉郡にあった千葉荘へ移り、現在の千葉市中央区井の花付近に館を築いたとされる。ただし現在、 千葉城と呼ばれているものは1967年に千葉市郷土館として建造された金星城郭風の現代建築物であり、当時の建物とは全く異なる。また下宇佐健介となり千葉助を名乗った。以降、千葉市の総領は千葉助を名乗ることになる。和ズ氏との分裂の経緯から千葉市と和ズ氏の間には所領をめぐる争いがあった。常の子。 千葉常典の頃には周辺に土着した武士との間で、相馬見クリアをめぐる争いがあった。常典は、下佐健介でありながら、下佐一国を掌握することさえ、ままならない状態であった。こうした中で1180年に、源頼朝が兵士に対して挙兵し、石橋さんの戦いに敗れた後に、安防国へ渡ると、常典は頼朝から火星を求められ、これに応じた。 常ねは、平家との戦いや欧州藤原氏との戦いで、活躍し、さらに、上ず氏の総領、かず広常が頼朝に嫌われて粛清されると、千葉氏の権力は、上ず国まで及んだ。鎌倉時代には、下佐の仕事された。千葉市立郷土博物館のところが、常ねの孫の千葉聖たの没後、千葉氏に、幼少の当主が、 相次いだのに対して、早くから、兄と共に幕府に出資していた弟の千葉恒衆の、系統が、暴走兵士の総領的な地位に立つことになる。その子である、千葉衆院は、鎌倉幕府の表情衆に任じられ、幼少の千葉市当主、千葉より影の貢献としたため、千葉市の一族の多くも衆院に従うこととなった。ところが、法事合戦で、 遠跡である三浦氏に連座した衆院は、北条氏に攻め滅ぼされ、衆院に従った暴走兵士の多くも処分された。千葉より種は罪を問われることなく、名ばかりであった千葉氏の当主としての主導権を回復させたものの、一族の多くを失った打撃が大きかった。千葉氏が、病権菩薩を千葉氏宗家及び、一族の守護者であることを強調する主張を完成させたのは、 より種の時代であるとする説がある。現行に出陣した千葉より種が戦死し、着難の胸種が代わりに九州に下った。下佐の留守を守る家臣たちの中に、下佐守護の職務が行えない宗う種に代わって、弟の種種を当主に擁立して、宗う種には非全国に泊まるように望む意見が高まった。これに反発する宗種とそれを支持する家臣はこれに抵抗し、 長期にわたって、紛争を続けた。種衆は、妻の実家である、金沢隆法上氏の支援を受けて、本拠地である、千葉僧を掌握したのに対して、兄の胸種は、下兎国府と隣接する、八幡僧を掌握して対抗した。また、種衆は、金沢隆法上氏が崇敬していた立州を保護、したのに対して、僧種は、八幡僧を拠点としていた日蓮州を保護するなど、 信仰面でも対立したとされる。総種没後、長男の種貞は、折しも勃発した南北朝の戦いに際して、北朝方について、南朝方の貞種を攻め、貞種は北朝方に降伏した。しかし降伏した貞種は、北朝側に寝返って、室町幕府より、下宇佐守護の地位を保障された、種州の子孫が、千葉市総家として存続した。このため、 宗家の地位を失った種貞流の千田氏は、その後衰退し、非全国にあった田根の次男種、大河、九州千葉市を起こすことになった。本札を城石室町時代中期の1455年、京徳の乱で、千葉市内部での分裂が起こり、着流は事実上滅亡する。しかも、筆頭画廊である原氏の勢力が、千葉市の当主より強大化することになる。 これに対して、室町幕府の命を受けた、大田道館や東上演らは、着流の千葉種県のいじみ種と地種を擁立して、下佐に侵攻。千葉市を奪った幕張氏を滅ぼすことに成功する。だが、原氏をはじめとする家臣団は、小学坊の支援を受けて、幕張高種の諸子もしくは、千葉種,種の彦にあたる千葉タスク種を擁立して、両国内を掌握したため、 討伐軍は目的を果たせずに、下佐から撤退する。以降、千葉市は本拠地を、現在の千葉市から、桜市、四水町の一帯に移し、衰退の一途をたどることとなる。千葉種県と千葉タスクダネの系統は互いに、千葉市の宗家を名乗った。便宜上、前者を、武蔵千葉市、後者を、下唄千葉市と呼称することがある。だが、タスクダネの系統が、 小学坊の支援を受けて、下佐本国を掌握していったのに対して、種剣らを支援してきた室町幕府が、小学坊との和議に踏み切って、教徳の乱による小学坊主導の再編を黙認したため、武蔵千葉氏が下佐へ帰還する望みは失われ、石浜城を中心とした少量主に転落することになった。以後、下嘘千葉氏の当主が、千葉市歴代当主として警府に記載されることになる。 戦国時代に入ると、日立国の佐竹氏、小弓久保、足利義明や安房国の里見氏の信仰を受けるようになる。そして北条氏康と隕石関係を結ぶことで、ご北条氏の支援をもとに所領を守る。千葉市内部においても、第26代当主を継いだ、千葉親種は原親みきによって暗殺されてしまい、続いて、第29代当主を継いだ、 千葉国種が1585年に家臣の手で暗殺されるなどの混乱が続いた。1590年、第31代当主、千葉重種の時に、豊臣秀吉の小田原征伐で、後法上氏が滅亡したことにより、千葉氏も所領を没収され、戦国大名としての千葉氏は滅亡した。重種は徳川家康に仕えたが、後に浪人となった。他には、 仙台藩や一の関藩に仕えた者も,もいる。千葉市一族は、欧州でも活躍した。改正した相馬市や千葉市からの養子を迎えたとされる火災氏は、特に有名である。他の大族としては、薄着ぬ、長坂、大原氏らが、火災市重心として活躍。このほか大崎市や伊達市に仕えた一族もあり、敵味方に分かれて戦った。千葉市の名乗りのまま、 戦国時代に突入した分子もある。しかし本家に遅れること5年、1590年の、いわゆる欧州潮期と河西大崎一期、九湖一期の家庭で主だった者は相次いで戦死、あるいは一期首謀者として処刑、改役された。欧州の千葉一族は、相馬市などを除いて、歴史の表舞台から姿を消した。相馬氏は、近世大名として、 明治維新を迎えた。老人となった一族は、主観を求めて、東日本各地へ離散した。機能した者も,も多く、欧州市沖で、他の没落した諸市と、同様、欧州各地で、省や豪農などの上級農民層を形成した。千葉県内など、千葉市ゆかりの自治体では、千葉市サミットや、市水、千葉市祭りといったイベントを開催している。千葉市内を中心に、 各城石のほか、お茶の水、通り町公園の千葉常種たね像、君、町橋、千葉山、千葉市類大の墓、坂尾の桜など、史跡も数多く残り、気軽に出かけることが可能である。以下略21世紀現在では、常種の子孫の茂る種が健在。千葉市系図判例。一太字は、当主、太線は、実子、細線は養子。平田だね。 平城省。平城町。平城県一。平城場で。千葉常へ二。常種ん種生四。相馬質ね武士種,種生大須賀種新。国分種道。東種来。生種五条衆。種綱六。時種七。より種八。相種九種十。種さ種,種,種安さ種十一。 種平一種十二種十三。万種十四。金種十五項種十九。種剣種自家十六種持ち二十タスク種二十一。実種日種,種種小十七種千十八項種二十二。守る種四小種二十三。種木正種二十四。種修理種二十五種富二十七。 直種親種二十六26両種二28国種二十29種直ね三十し種30一春種三十31種三十四ね32十三ね34十五北種33六総種三35き種三36種有三十37 38 39ありがとうございます。